果物王国福島の夏は桃の季節。めっちゃ赤。甘すぎる。俺はもう避難とあのすっといてからもう帰ってくるっていうような考えに避難したから。ここに伝統文化の新しい価値を生み出す若者がいます。およそ300年続くだるま作りの伝統をベースに、オリジナルデザインの商品開発や有名ファッションブランドとのコラボレーションなどを積極的に進め、伝統と革新の間でチャレンジを続けています。目指せキャンプでオリンピック。こちらミニトマト JA キャップを取っております。安心安全の野菜でございます。東京オリンピックで食材を出すにはこの JA キャップっていうのが必要になってくるので、自分たちの明星高校で作ったものが選手たちの口に入っていただきたいと思い、 JA キャップの主食に努めました。発信する力が少し弱かったりするあまりに、こう外に出てない商品とかまだまだ福島に眠ってたりすると思うので、なんかそこに、デザインの力でちょっと助けてあげて、もっとより福島の魅力的なものを県内とか県外とかの人にこう知ってもらえるように何かできればいいかなって。